これから平凡な生活でいいから自分の本当の幸せをつかみたいと思います。ゆき子さんのように自分の足と力で歩いてみたいんです。きっといい人に会いますよ。目まぐるしい数日で悲しいことも多かったけれど、あなたと一緒で楽しい時もありました。最初の黄色版ホテルの窓辺で初めてあなたとお会いした時の無敵が今でも耳に残ってます。さよなら。ごきげんよう。彷徨ったもんだ。